小林真貴子は関西地方を中心に活動するフリーアナウンサーで元琉球放送アナウンサー。基礎情報も参照。沖縄県立首里高等学校を経て2001年オービリン大学卒業後に RBC 入社、地上デジタル放送推進大使を務めた。RBC アナウンサーが T だネット上にて展開しているブログの中ではアクセスが一番多い。 しかし、一度本人のミスでブログを削除してしまい、復活はしたもののまた一から始めたことがあった。一部ネット掲示板上では、小浜木や、巻丹と呼ばれている。RBC テレビでも年に数回放送される、JNN 系列の女子アナウンサーが集まる番組においては、小林が RBC 代表として出ることが多かった。2010年3月、 公式ブログ上で同月いっぱいでの RBC 大社を発表した。地で自体試食、並びに当時担当していた番組の大半は大城欄に引き継いだ。退社の理由については、イギリス留学が目的で10月に日本を離れ、翌年12月に帰国した。出発までの期間、及び帰国後のしばらくはフリーランスで活動している。2012年3月、 公式ブログ上で1月に県内在住の男性と入籍したことを発表。同年4月より2014年6月28日まで RBC テレビ沖縄本で再び番組レギュラーとして活動していた。夫の転勤を機に2015年から兵庫県へ移住。2016年4月から2年間地元局3テレビの情報番組午後9シリーズのキャスターを務めた。 同番組の終了後は、在反民法ラジオ各局の番組で、ラジオショッピングコーナーのプレゼンターを随時務めている。他、ありがとうございます。